スティーブン・チャンドラー・オカートは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、リバーサイド郡、リバーサイド出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のマイアミ・マーリンズ所属。愛称は王。グレーゾン・カレッジ在学中の2010年、MLB ドラフト43巡目で、ミルウォーキー・ブルワーズから指名されたが、契約には至らず。2011年の MLB ドラフト33順目で、 再びブルワーズから指名されるも、契約せずに、オクラホマ大学へ編入した。2012年の MLB ドラフト40目で、サンフランシスコジャイアンツから指名され、6月26日に、契約。同年は、ルーキー級アリゾナリーグジャイアンツで2試合に登板後、A-9 セーラムカイザーボルケーノズへ昇格。A-9 では15試合に登板して2勝0敗、防御率2.36。 22奪三振を記録した。2013年は A 級オーガスタグリーンジャケッツで44試合に登板して2勝2敗、防御率2.97、59奪三振を記録した。2014年は A 級サンのゼジャイアンツで33試合に登板。1勝2敗19セーブ、防御率1.53、54奪三振の成績で6月に AAQ リッチモンドフライングスクールレルズへ昇格。AAQ リッチモンドでは24試合に登板して1勝、0敗5セーブ、防御率2.73、38奪三振を記録した。2015年は、トリプル a 級サクラメントリバーキャッツで52試合に登板し、5勝3敗3セーブ、防御率3.82、69奪三振を記録した。 オフの11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2016年はトリプル A 級サクラメントで開幕を迎えたが4月19日にメジャーへ昇格し同日のアリゾナダイヤモンドバックス戦でメジャーデビュー3点ビハインドの8回表から2回を投げ1アンダム失点に脱三振に抑えた。その後はリリーフとして登板していたが 二試合連続で失点し、5月2日にトリプル A 級サクラメントへ降格した。6月17日にメジャーへ最小格したが、ワンポイントでの起用のみで、6月20日にトリプル A 級サクラメントへ降格した。セプテンバーコールアップの9月1日に最小格した。この年メジャーでは16試合に登板して2ホールド、防御率3.21、14奪三振を記録した。 2017年は開幕ロースター入りしたが、登板機会のないまま、4月2日に、トリプル A 級サクラメントへ降格。4月7日に再昇格したが、再び登板機会のないまま、10日にトリプル A 級サクラメントへ降格。4月16日に再昇格した。昇格後は、リリーフに定着し、5月3日のロサンゼルスドジャース戦では、メジャー初勝利を挙げたが、 防御率6.23と結果を残せず、5月26日にトリプル A 級サクラメントへ降格。6月23日に再昇格したが、7月は防御率7.71に終わり、7月22日にトリプル A 級へ降格。セプテンバーコールアップの9月1日に再昇格した。昇降格を繰り返したこの年は44試合に登板して1勝1敗。 防御率5.67、22奪三振を記録した。2018年は、トリプル A 級サクラメントで開幕を迎え、4月10日にメジャーへ昇格したが、登板機会のないまま、4月11日にトリプル A 級サクラメントへ降格、9月3日にメジャーへ最昇をした。この年は10試合に登板して、防御率1.23、8奪三振を記録した。 2019年3月23日に DF となり、28日にマイナー契約で a a 級サクラメントへ配属された。この年は1年間 a a 級サクラメントでプレーし、50試合に登板して8勝2敗、防御率5.31、75奪三振を記録した。オフの11月4日に FA となった。2020年は未所属のまま過ごした後、 2021年2月にマイアミマーリンズとマイナー契約を結んだ。6月29日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。ありがとうございます。